I would like to introduce Mr. Nakamatsu Sakurai. Sakurai です。こんにちは。この場でですね、今日講演させていただくことをとても、光栄に思っております。はい、今日のですね、私の講演のテーマなんですけども、未来の若者に向けてということでですね、文化の可能性についてお話しさせていただきたいと思っています。全般的には話なんですけども、若者についてですね、語る場合に、どうしてもですね、対立構造で、若者とですね、それ以外の皆様とがですね、語られることはどうしても多いんですね。でもそうではなく、その2つにはつながりがあって、若者の、ね、未来をきちんと大人が考えていくということがいかに大事かということを今日はですね、お話したいなと思っています。ジョルダンにとっても、日本にとってもですね、若者は財産だと思います。今日はですね、この日本というものに関係する、世界のですね、若者たちがしている行動をいくつか紹介していきます。皆様はですね、見て、おいおい、これは一体どういうこととか、ちょっと眉を潜める方もいらっしゃるかもしれませんが、それは決してですね、今を否定している、ものではなく、皆様はですね、大人たちが築いてきた、時代の上に成り立っていて、これがね、それから明るい未来を作っていくために、どんな風にじゃあ僕たちが考えていけばいいのかという一つのですね、検証になればと思ってますので、そのあたりはですね、ぜひ頭に留めた上で今日の講演を聞いてもらえればなと思ってます。まずですね、文化外交の可能性について少しお話しさせてください。私はですね、文化外交、この外交というものはですね、政治家やそれからですね、官僚という言い方がちょっとどれだけあるかどうかわからないんですけども、公務員の皆さんがですね、するだけのものとは思ってません。国と国との関係性は、そこに暮らす全てのね、人たちが考え行動することだと思っています。で、僕はそういう信念のもとにですね、世界いろんな国をこの文化外交っていうことを、日本をですね、キーワードに回ってきました。先ほどですね、ご紹介をいただきましたけど、増永さんの方にですね、このジョルダンはですね、22カ国目のですね、訪問地になります。非常に、歴史ある国にですね、訪問ついにできたことは本当に嬉しいです。この中東に来るのは2008年のサウジアラビア以来で、この後またちょっとだけ日本に5日間ほど戻った後、またカタールに行きますが、ぜひこれを機会にですね、いろいろ、アラビア半島にですね、また何度も来たいなと思ってます。ちょっとですね、私が、海外で回ってるですね、写真をいくつか見てもらいたいと思います。非常にですね、海外の若者たちはですね、日本という国に興味を持ってくれていて、積極的です。これはですね、ヨーロッパで一番古い大学のボローニャ大学というところでですね、私が講演した時の写真です。非常にですね、この同じテーマで、当然僕はボローニャ大学の先生ではないので、普段彼らと接しているわけではないんですが、日本というキーワードをですね、元に非常に積極的な議論がね、できるってことは嬉しいことです。この時ですね、話したテーマは日本のアニメーションに関するものです。その時まで恥ずかしながらですね、僕は当然そのアニメやですね、ファッションといった業界のど真ん中でプロデューサーとしていろいろものを作ってるんですけども、自分自身たちがね、関係しているものがこんなに世界の若者の、なんだろうな、こう、育っていく、成長過程に影響を与えることを見られてるっていう、ね、認識は実はなかったんですね。文化っていうものの持ってるパワーだと思います。続きまして、これはですね、ミャンマービルマのですね、ヤンゴンで開いた時のですね、講演会の模様です。今非常にミャンマーはですね、解放政策が進んでるんですけども、この当時はですね、かなり政治的に世界の中で孤立している中での講演会でした。で、当然ですね、メディアの報道っていうもので、僕たちは外国のことを知ることがほとんどなんですけども、その報道にね、載っていない部分っていうものの人々の暮らしってものに対して、僕たちは意外に目を向けてないんじゃないのかなってことをですね、この時にとても感じた声になりました。機会いただけるんでしたら、次回はですね、学生さんとですね、普通に授業をしてみたいなと思います。もう OK です。ぜひともよろしくお願いします。しっかり。これはですね、ベトナムです。ホーチミンですね。それからこれは中国です。あとモスクワです。本当にね、世界はこう違うようで、そこに、ね、暮らす人々っていうのがいかに変わらないかってことをずっと実感してる僕の、ね、旅の暮らしです。
はい、ではですね、この後ですね、日本のアニメとかファッションが世界でどんな風に受けてるのかっていうのをですね、僕が撮ってきた写真と一緒にご紹介したいなと思います。今日学生さんってでどこら辺いらっしゃるんですかね。学生さんの方手を挙げていただいてもいいですか。はい、ありがとう。皆さんは日本のアニメーションが好きだったりしますか。アクセル、あの知ってる作品とか出てきたら、あのぜひ拍手するとかなんかわーとか盛り上げてください。日本のですね、今そのアニメやファッションに関する、海外での動きに大きな特徴があります。それはですね、現地の人が現地の人のためにイベントやってるんです。日本の文化を紹介しているイベントなのに日本人がそこに関係してないんですね。今その日本のアニメが好きですって言っていただいたんですけど、日本はそういう状況を日本人みんな知らなかった。そんなね、各地のイベントを紹介します。まずはこれはスペインのバルセロナで毎年開かれているサロンデルマンガというですね、日本のアニメーションや漫画をですね、紹介していくイベントです。すごい人でしょ。でもね、ここに日本人全然いないんですよ。ここでたまに会う日本人はみんな私の知り合いか、領事館っていう、まあ、日本の外務省関係者だけです。あの、かわいいって日本語って、あの、この学生の皆さん知ってますか？知ってる人いる？とってもね、今この日本語、いた？いました。おお、素晴らしい。あの、かわいいっていうですね、アラビア語でどういう意味になるんですかね。多分訳すのすごく難しいと思うんですけど、日本語としてですね、世界中にこのかわいいっていう言葉が広がってます。これね、あの昨日実はあのこの大学の皆さんとちょっと写真撮ったんですけど、ハートの形、手が入ってるハート、はい、そうそれ2万人でやったんです。ぜひ次回来るときはなんかみんなが可愛いって言葉知ってると嬉しいなと思います。これはですね、パリです。どれぐらいの人が来ると思います。パリ、この時で20万人来ます。で、みんな思いの思いに日本のアニメや漫画を楽しんでます。で、日本人自身が一番実は不思議に思ってるって言うんですけども、あのこんな風に現地の人が現地の人のために、勝手にですね盛り上がった国って、あんま日本以外聞いたことがないんですよ。で、それをですね引っ張ってる一番大きな、ものは何かっていうと、それが日本のアニメーションなんですね。ちなみにブラジルだけで180個以上の日本イベントがあるんですよ。その次に多いのがアメリカで、その次がロシアです。ぜひですね、ヨルダンでもなんか一緒にできたら嬉しいなと思います、いつの日か。そこで学生の皆さん、コスプレってわかります？アニメやゲームや、歴史上の人物でもいいんですよ。誰かになりきることです。あの、非常に世界の若者が楽しんでることですので、まあ、若者以外の人たちもやってるんですけども、あの、なんじゃこれと大人の方々もちょっと眉を潜めないで見ていただけたらなと思います。あの、日本の外務省はですね、ワールドコスプレサミットを、応援してたりとかですね、とても日本の外務省もコスプレを応援してます。たかがコスプレだけど、されどコスプレなんです。ものすごくね、簡単な話で言うとですね、私はこういうものが好きですっていうのは宣言してるようなものじゃないですか。初めてこう出会ったね、人が同じ国の人で同じ言葉を話してるんだったら、まあいろんなコミュニケーションはできるかもしれない。でも、ね、言葉も違う、顔も違う、いろんなものが違うね、世界をお互いを理解するっていうのはとても難しいことで、それも皆さんもうね、よくご存知の通りだと思います。お互いがね、お互いをね、こう違う、社会環境に育った者同士がね、理解し合う方法は、いっぱいあったらいいですよ。僕たちが本当に考えなくてはいけないのは、このね、世界がよりいい方向にお互いがね、理解し合って、前に進んでいくことであって、そのためのね、方法が重要なわけではないんだよね。そのよりいい方向に向かうという結果が重要なことだと僕は思います。お互いね、好きなものが、共通、それは食べ物でも何でもいいんですけどね、そういうことが分かればその人のことを理解しようと人は努めると思います。僕にとってこのヨルダンという国は、これまではね、日本のテレビや本や雑誌や新聞でしか、見たことがない国でした。でも多分明日からはもっともっと、ジョルダンのことを、教会がね、ジョルダンのことを知りたいと思うようになるし、理解したいと思うようになるんですね。で、そういうね、お互いの理解し合うための、ね、手段として日本の、ね、アニメーションやポップカルチャーが、使えるんだったら、もうどんどん使ってほしいし、それはとても僕らクリエイターにとっても嬉しいことです。
だ我々ね、大人はその若者がね、熱心にやってることをもちろんね、いろいろ考える、ことをね、提起することは大事なんですけども、基本的にね、それを理解しようと大人の方も多分努めなくちゃいけないということですよね。じゃあなんでそんな風に日本のアニメーションっていうものがですね、世界に広がっていったのかをちょっと考えたいと。多分日本のアニメの一番大きな特徴は多様性です。クリエイターたちが自分がね、誰かに届けたいっていう思いをですね、そこに様々な形で封じ込めたのが、日本のアニメーションで、当然そこには、日本の様々なものが結果的に描かれることになり、それ自体がね、日本への関心を深めていったっていうことがあるんですよね。文化の持ってる力だと思います。これはね、ブラジルでやった、イベントの模様を動画に収めたものです。決まってる形もね、たくさんの人が、盛り上がってくれたんですね。モスクワですね。非常に嬉しいことにこんなこと言ってくれたりするんですよ。日本が大好きです。私はビデオでキャラにセクロアンドコは日本が大好きです。ぜひね、もっともっとね、ヨルダンと、日本がたくさん交流して、日本のね、若いみんなにもヨルダンが大好きです、逆にヨルダンのみんなにも日本が大好きですって言ってもらえるようなね、お互い関係を文化を通して作れたらいいなと思ってます。日本の文化に対するね、今紹介したのは若者たちの評価です。とっても大事なことも一番下に書いてあります。日本はね、伝統を大事にしてきたからこそ今のポップカルチャーがあるっていうふうに考えてるんですね。でもこれって多分ヨルダンも同じだと思うんですよ。ジョルダンもこれからもっともっと僕もジョルダンのことを勉強したいなと思ってるんですけど、とても伝統いやね、伝統を大事にしている国だと思います。新しいものっていうのは伝統を大事にしていないとできてこないんですね。決して、文化を使い捨てにしているところからは新しいものは生まれてこないと思います。ぜひね、その若者の文化っていうのをですね、大人たちに理解してもらいたいと思う根本的な考え方はここにあります。若者の文化を大人たちが理解してもらいたいなと思うですね、大きな理由がここにあります。そしてね、若い皆さんもね、ぜひ伝統っていうものはとっても大事にしてほしいんですよ。それは、国と国のね、異なる文化でもそうですけれども、自分のね、国の中でも、文化っていうのは脈々と伝わってきてるっていうことを忘れないようにしてもらえたらなと思います。よくね、ポップカルチャー、新しい文化を紹介するときに、これは日本でもね、昔はちょっと言われたこともあったんですけども、伝統文化を否定するんではないかって言われたんですね。でもそれは大きく間違ってます。このヨルダンには、たくさんのね、古い遺跡があって、僕もね、時間がある、ただも今度来るときはね、ゆっくり見たいなと思ってます。日本にも、京都とかね、奈良といった、古い町がたくさんあるんですね。そういったところにおいでよ、ここは日本を感じるからって言って言うのもいいんですけどもね、日本はアニメとか漫画作ってる、そういう国に関心持ってくれた子が日本を知るうちに、あ、京都もいいなって感じてもらう、こういうこともね、とっても大事だと思います。日本はですね、とってもね、東洋の、本当にね、アジア大陸の端っこの方にある小さな国ですので、非常に、地理的にですね、離れた隔絶されたところにあります。だから日本がね、オリジナルなものを作るっていうのもそういう地理学的な条件もあるんですよ。日本の中でもただ残念なのは、この伝統とね、新しい文化っていうものは違うっていうふうにまだ思ってる人はたくさん日本の中にもいるんですね。そうではない、文化というのは常につながってるんだということをぜひね、ヨルダンの皆さんも自分の、ね、文化の中で、そしてまたね、日本の文化を考えるときに考えてもらえたら嬉しいです。イスラム文化と、それから日本の文化、このね、シンポジウムを通してたくさんのセッションが行われていきます。当然ね、違うところもたくさんあると思います。でもね、そこをどんな風にお互いが、理解していくかね、このシンポジウムを通して僕自身もたくさんのことを勉強していきたいなと思ってます。今回のね、シンポジウムの主役は、若い皆さんです。大人はね、その若い、皆さんをどう理解するかっていうことがこのシンポジウムの大きな、役割だと私は思ってます。どうかね、若い皆さんはね、この日本の文化とそれからイスラムの文化ね、のお互いどんな風に、進んでいくかをね、考えて、いく同時に自分たちの未来を信じてください。僕が今日一番言いたかったことは、そういったことを考えるときにですね、決して昔と今は相反するものではないっていうことです。今日は拙い話をですね、長時間聞いていただいてありがとうございます。 Thank you very much. ありがとうございました。